アドビアニメートは、アドビが開発、販売している動画やゲームの HTML5 を中心としたオーサリングソフトウェア。旧称は、アドビフラッシュプロフェッショナル。アドビアニメートは、ベクターグラフィックスアニメーション制作ソフトであり、HTML5 以外に Web グル、スケーラブルベクターグラフィックスなどのフォーマットが扱える。他、旧来のフラッシュプレイヤーや、アドビエアーフォーマットも扱える。 アドビフラッシュ、アドビアニメートの最初のバージョンは1996年5月にリリースされたベクターグラフィックス及びベクターアニメーションプログラムのフューチャースプラッシュアニメーターであるソフトウェア会社であるフューチャーウェーブソフトウェアによってフューチャースプラッシュアニメーターが開発された最初の製品であるスマートスケッチはベクターベースの描画プログラムである1995年 同社は製品にアニメーション機能を追加し、ワールドワイドウェブ用のベクターベースのアニメーションプラットフォームを作成することを決定した。したがって、フューチャースプラッシュアニメーターが作成された。フューチャースプラッシュアニメーション技術は、次のようなウェブサイト上で使用された、MSN、シンプソンズウェブサイト及びディズニーデリーブラストの、ウォルトディズニーカンパニー。 1996年12月、マクロメディアはフューチャーウェーブを買収し、製品をマクロメディアフラッシュとしてブランド変更した。これは8つのメジャーバージョンで継続するブランド名である。アドビシステムズは2005年にマクロメディアを買収し、プレイヤーと区別するためにアドビフラッシュプロフェッショナルの再ブランドのアドビフラッシュプレイヤーという製品になった。これは アドビがクリエイティブクラウドを支持してクリエイティブスイートのラインナップを廃止するまで CS3 から CS6 までの製品のクリエイティブスイートの一部として含まれていた。2015年12月1日、アドビは次のメジャーアップデートでプログラムの名前をアドビアニメートに変更することを発表した。この動きはアドビフラッシュプレイヤーとの関連付けを解除する取り組みの一環として行われ、 HTML5 及びビデオコンテンツのオーサリングへの使用の増加を認め、Web 標準ベースのソリューションを優先して、フラッシュプレイヤーの使用を推奨しない取り組みを開始した。新しい名前の最初のバージョンが2016年2月8日にリリースされた。Adobe Animate は Web 標準のファイル形式に移行しているが、フラッシュ及び Air 形式はまだ公式にサポートされる。 2018年2月頃に Adobe Flash Professional のサービス終了に伴って Adobe Systems が後継版として販売を開始。Adobe Flash Professional を Adobe Animate CC に名称変更。ありがとうございます。